まあ、ここでも書いてたけど、命をかけて人生をかけてっていう言葉があったよね。あれはすごく響いたんだけど、命をかけて人生をかけて一生懸命努力した結果、挫折したり敗北したりした経験ってみんなある？そういう経験ってなかなかないよね。で、そういう経験をした人しか本当の意味での人を引っ張っていくようなリーダーにはなれないし、そういう器になれないよって言ってるところが俺すごく響いてて、やっぱね、この MMA でも何でもいいんだけど、一生懸命さ、みんな努力して成功したりとか、まあ失敗もあるけど、このなんかこのエネルギーを注ぎたいじゃん、何かに。みんなで、俺たちはたまたま MMA だけど、それが人によってはそのジャンルがね、音楽だったりギターだったりいろんな、ね、違うものだったりするかもしれないけど、他のスポーツだったり、俺たちは MMA にこのエネルギーを注いで、貴重な人生の時間を、エネルギーをここに割いてやってるわけじゃん。で、こういう一生懸命やってることってすごくね、人生にプラスになるなって思うんだよね。だから、みんなも一生懸命取り組んでほしいし、で本当に、まあ、命をかけてっていうのはまあそれぞれだからあれだけど、俺はもうリングで死んでもいいと思ってるんだけどね。だけど一生懸命努力してその結果挫折したら、それで終わりじゃないからね。その先にそれをどうやって乗り越えたかっていうのもあって、でそこで成長するから、初めてやっぱこの負荷をかけられないとダイヤモンドってできないからさ、あるいは地中の中の圧力、すごい圧力がかかってできるわけ。鋼だって叩かれないと鉄を何度もね、砂鉄みたいな、なんかそんな鉄をね、割れて叩いて鍛えないと刀ができない。だからそうやって練られた人間性っていうものが生み出されるのは、やっぱいろんな挫折を繰り返して、やっぱその先にあるものだから、みんなもこれからいろんな挫折をすると思うし、今いろんな壁にぶち当たってるっていう人もいるかもしれないけど、 MMA においてね、まあ人生においてもだけど、だけどこの MMA でさ、せっかくこういうチームでさ、仲間がいてさ、で失敗してもさ、まあね、許すよ、まあよっぽど変なことしたら返すけどだけど基本的にはさ、みんな温かくね、失敗も許してくれるような環境の中でさ、練習場でこの中で育まなかったらもったいないよね。だから一生懸命取り組んでほしいし、これを通して成長してほしい。だからそれが俺の願いだし、みんなトップ10に来てよかったって、ここに人生かけてよかったって思ってほしいからさ、だからみんな頑張っていこうよ、ね、はい、はい、OK ということで今日の